ピルパウゾという意味がほのかな時間っていう空間を演出できるような照明をっていうのを一応コンセプトに作っています。図和紙自体が世界にはないものですし、どうせならいいものを寄せ集めてコラボレーションしてアレンジを加えながら世界的に出ていけたらいいと思ってます。積み重ねていくっていう紙自体はなかったんですね。この紙の技法ができたのが60年前、僕で3代目。近代的なものを使ったりとか、障子紙を縦にまっすぐに引っ張るので、それを曲げてブラックライトで光らせたりとか、その人のためだけに作られている紙なので、その人がいいな、あ、これで良かったよって言われるまで作ってます。